はい、こんにちは、ガスセンターです。今日はパーパスの風呂給湯器のリモコンのご説明をしたいと思います。こちらがパーパスのリモコンです。ガスセンター、今回はパーパスさんの、エラーコードの表示の仕方について、確認していきたいと思います。今回現場についているのは FC-660 となります。大半のものは同じようにエラーコードを表示することができるんですけども、中には同じようにエラーコードを表示することができないリモコンもありますので、ご注意してください。それでは確認していきましょう。まず電源ボタンを入れまして、電源を入れます。給湯ボタンの上と下をどちら2つとも約10秒ほど長押しします。すると音が鳴りまして、時計があったところに1と表示されます。またはリモコンによっては0が表示される場合もあります。エラーコードを確認するには、この数字を給湯の上下ボタンを使って11番にセットします。上を押すと数字が上がっていきます。11番にセットしました。11番が過去最近一番新しいエラーになります。パーパスさんのエラーコードは過去3回まで確認することができます。番号をセットしたら次に設定を押します。するとエラーコード、今回は750が一番新しいエラーコードとして出ております。次にその前のエラーコードを確認したいときは、また給湯の上下でボタンを合わせていきます。一番最新のものが11、その前が12、そのさらに前が13となりますので、12を見ていきましょう。設定を押します。すると122というエラーコードがその以前に出ていることがわかります。続きましてその前のエラーコードを確認します。上を押して数字を13に合わせました。設定を押します。111というエラーが出ています。なので現場では過去3回のエラーコードとして750、122、111が出ていることが確認できます。戻るときにはそのまま電源ボタンを一度消してもらいまして、最後にもう一回つけてもらえればいつも通りに戻ります。それでは詳しい内容を見ていきましょう。よくあるエラー表示について説明します。111の場合、給湯器の点火不良。112、お風呂の点火不良。それ以外にもエラーコードがあります。よく表示されるものは以上です。詳しくはパーパスさんの公式ホームページをチェックしてください。エラーが起きたらまずはガス屋さんにご連絡をしてみてください。今日はパーパスの給湯器のリモコンの説明でした。また次回をお楽しみに。動画でお会いしましょう。